さあ、それでは実際に台湾行って行ったその仕事の話は一切出てこず、食べた話ばっかりでございますけど、それでは春夏秋冬屋形船でございます。でそのお礼のね歌を作って台湾に持っていこうという企画があって、それを作って台湾に届けたことがあります、ね、はい、いろんなこと思い出されました。皆さんおかげです。Thank you.